い、それではね、こちら岡山県産の、デニムのね、紹介になります、ハイテンションストレッチデニムになります。はい、でまずね、このデニムの特徴なんですけども、厚みの方がね、こう8オンスから9オンスということで、通常のデニムよりはね、少しねちょっとこう厚みが薄くなっております。なので、お洋服全般にまずねこう使えるデニムということで、この辺がね私の方ではねこうおすすめポイントとしてねこう取り上げたいなと思います。はい、で、まあ、ハイテンションということでね、ぜひちょっと見ていただきたいんですけども。こちらにしましょう。これこう洗った後のね、デニムになります。見ていただきます。こんな感じですごくねこうテンションが効いてるんですよね。ストレッチ性に優れた生地になってるんですよね。厚みもすごくねこうちょうどいいし、またね、ストレッチ性もね伸縮性にも優れてますので、とにかく風合いがね柔らかくてね着心地がすごくいいデニムなんですよね。はい、で洗うとですねやっぱりこう柔らかくやっぱり変化していきます。で色目もね通常のこの洗う前よりもねやっぱりこうなんていうんだこう柔らかい感じでね変化していくんじゃないかなと思います。でこの生地なんですけども最初からねこうソフト加工も施されてるんですよ。だからこう洗う前でもね通常よりはね全然こう柔らかいのでね、その辺もねすごくねこう使いやすいんじゃないかなと思います。はい、作品のイメージなんですけども、やっぱりこう8オンスからこう9オンス相当になりますので、例えばねボトムスなんか作っても厚すぎないでちょうどいいですし、アウターとかだったらね春にこう羽織るような、厚苦しくないこう作品がねこう出来上がるんじゃないかなと思います。まあ、ベストとかねなんかいろんな作品ねこう使えるんじゃないかなと思います。とにかくねこうデニムなんですけども風合いがね非常にこう柔らかく仕上がってますので、その辺はね嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。大人からね子供までこのストレッチ性を生かしてねなんかこう着心地のいい作品にねぜひね使っていただきたいなと思います。作品のご紹介をいたします。まずこちらコートを作ってみました。こちらはですね肩からタックが入っているデザインになっております。肩からタック入っているのでそのタックの広がりも綺麗なシルエットでねワンピース風というかドレス風に着れるコートになっております。とてもね女性らしいタイプになります。でこのタックも肩からなんですが途中までね縫われているので肩周りはすっきりとしていて、そこから広がるねシルエットが綺麗なねラインになっております。でこうしたタックねたっぷり入っていてもすっきりと着れるね素材になっております。で、次パンツも作ってみました。こちらになります。こちらデザイン性のあるパンツになっておりまして、ウエストはねヨークの仕立てになっているんですが、その下にねギャザーが入っております。でギャザーなんかもこうして綺麗にね入れやすいんじゃないかなと思います。でストレッチのねデニムですのでやっぱりパンツはね履きやすいんじゃないかなと思います。でこちらはミディアム丈になりますので、これからのね暑くなる季節にも着やすいんじゃないかと思います。そしてこちら、ロングジレになっております。でベストロングベストみたいな感じになりますね。シンプルなデザインで作ってみたんですけれど、ボタンはね上だけあります。表からは見えないんですが、こちらねスナップボタンになっているのがアクセントになるんじゃないかなと思います。でシルエットもストーンとしたシルエットなんですが、後ろがねかっこいいんですよね。長いスリットが入っております。結構長いんですよね。これがとてもねかっこよく着れるねタイプになっております。でこうしたねジレとかもねちょうど今の季節とかね活用できるんじゃないかと思います。でストレッチなんですけれども、結構ね伸びのいいこう柔らかいねタイプになるんですよね。なのでとてもね着やすいんじゃないかなと思います。やっぱりコートパンツももちろんですが、あとジャケットとかスカートなんかも履きやすいと思います。ぜひねいろいろなデザインでね作っていただけたらと思います。